アーノルド・パーマー、アーノルド・ダニエル・パーマー、アーノルド・ダニエル・パーマー、1929年9月10日から2016年9月25日は、アメリカ・ペンシルベニア州、レート・ローブ出身のプロゴルファー。ウェイク・フォレスト大学を中退。PGA ツアー通算62章は、歴代5位であった。パーマーの父は、クラブプロ兼、グリーンキーパーであり、 五人兄弟の長男として1929年に誕生した。父の影響で7歳の頃からゴルフを始めて、その素質を認められた。ウェイクフォレスト大学に進学し、1954年に全米アマゴルフでデビュー、そのタイトルを獲得すると間もなく、プロ入りを表明した。翌1955年にツアーに参加して、プロゴルファーとしてデビューした。同年に、 ランク32位となる賞金を獲得した。1958年に最初のマスターズ優勝第22回大会。2年後の1960年に最終日の猛チャージで全米オープンただ一度の優勝第60回大会チェリーヒルズカントリークラブ。翌1961年に全英オープン初優勝第90回大会ロイヤルバークデールを果たしている。パーマーは テレビ時代の最初のスターゴルファーになり、競技スポーツとしてのゴルフを多くの人々に知らせた。熱心なファンが非常に多く、パーマーのファンの集団を指して、アーニー、サーミー、アーニーズ・アーミーと呼ばれるほどであった。全英オープン初優勝の時は、嵐の二日目に73、1オーバーという驚異的なスコアを出したが、これには一打のペナルティが含まれていた。バンカーの中で、 ボールが動いたと申告して、自ら一打罰を課したもので、パーマー本人以外は誰も確認していないという。この誠実さは、2回の歴史的ミラクルショットで報われた。第3ラウンドの16番ホール、現在の17番ホールの第3打と、最終ラウンドの15番ホール、現在の16番ホールの第2打であり、いずれもグリーンを捉えた、難しいリッカバリーショットであった。当時、 アメリカでは全英オープン離れが進みつつあった。理由は渡航費を負担して長距離を移動するが賞金額が少なく賞金を獲得してもアメリカ PGA ツアーの賞金としてカウントされない。勝利しても PGA ツアーの公式勝利数にカウントされない2001年2860年まで遡って公式勝利と認定、同時期に行われる。 PGA ツアーの試合を欠場しなければならない等であった。しかし、パーマーは、ゴルフ発祥の地であるイギリスのゴルフ界へ貢献するため、ボビー・ジョーンズらが記録した、グランドスラムに挑戦するため、1960年の第89回大会、セント・アンドルーズらと英して初戦から2位の成績を収め、刻むこと、レイアップ、障害物がある場合、 障害物の手前にボールを運ぶこと。例えばグリーン周辺に障害物がある場合、グリーンを直接狙わずグリーン手前にボールを運ぶこと。大潔しとせず、果敢にピンを狙う攻撃的プレースタイルでイギリスのゴルフを変え、さらに1962年トゥルーンで全英オープンを2連覇し全英オープンを世界の大舞台に復帰させたと評価する人もいる。全米オープンでは、 不運が多かった。パーマーの故郷に近いピッツバーグ郊外のオークモントカントリークラブ開催の1962年の第62回大会ではプロ転校間もないジャック・ニクラウスとのプレーフに敗れた。さらに翌1963年の第63回大会は1913年のフランシス・ウィメットによるアマチュア初の全米オープン制覇から50年後の記念すべき大会であり。 会場も同じボストン郊外のザカントリークラブで開催され、3人でのプレーオフとなり、今度はローレンナジュリアス・ボロスにも敗れた。さらに1966年、サンフランシスコの名門オリンピッククラブ、レイクコース開催の第66回大会では、歴史的な大崩れにより優勝を逃した。好調だったパーマーは、最終ラウンドの前半終了時点で2位の、 リリー・キャスパーに7打差の首位で折り返したが、当時弁法案が保持していた全米オープン最小スコアの更新に挑み、無理なショットを続けて、スコアを崩し72ホール終了時点で、キャスパーと首位体に並んだ。翌日の18ホールのプレイオフも前日の再現となり、2打リードして前半を終えたが後半に逆転され、キャスパー69ツイパーマー73の4打差での決着となった。 マスターズには、74 2004歳の200年また、パーマーのライバルでもあるニクラウスと並んで、全米プロゴルフ選手権37回の最多出場記録を持ち、優勝争いも何度か演じたが、メジャー大会の中で唯一優勝できなかったため、グランドスラマーとなることはできなかった。 パーマーは PGA ツアーで歴代5位となる62章を挙げた。引退後、ニクラウスに刻んだことはあるかと問われ、パーマーはないよ。刻んでいればもっと勝てたんだと答えたという。日本でも中島恒幸が刻んだことがない。刻み方がわからないと発言したことがある。1998年にペンシルバニア州のロッジにて、 フリーメイソンに入会した。2004年にジョージ・ W ・ブッシュアメリカ大統領より大統領自由勲章を授与された。2012年9月12日にアメリカ合衆国議会により議会名誉黄金勲章を授与された。2016年9月25日、心臓疾患の合併症により87歳で没した。パーマーにはウィニーという妻がいたが、ウィニーによるとパーマーは プレイボーイだった。それでもウィニーはそんな夫であるパーマーを見守りながら、パーマー家をけなげに支えていた。また、パーマーは、ニクラウスと同じドイツ系のプロゴルファーだったが、彼にちなみ、アイスティーとレモネードを組み合わせた飲み物を、アーノルド・パーマーという、飛行機のパイロットとしても有名で、生涯飛行時間は約2万時間。1976年には、 世界一周を達成している。宝塚記念、有馬記念を勝ったメジロパーマーの場名の由来は、アーノルドパーマーから取ったものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。